皆さんこんにちは。今日は、明日のジョー with、ブラックのかぼ、ジョーかぼちゃっていうのを説明させていただきます。先日ですね、この親鶴の芯を止めました。本葉が5枚のところで芯を止めています。そうするとこのような子づるがですね、出てきてます。で、基本的に子づる2本を残して、後の子づるは除去していきたいと思います。で、この2本を、大きくしていきまして実を実らせるという、そういう栽培方法をとっていきたいと思います。で、見てもらったら分かりますが、この軸のとこですね、ここが相当混み合ってきています。まあ、このように子づるがまだ出てきています。このような子づるを手でこう取ります。はい、こう簡単に取れますね。で、こういう形でここもそうですね。はい、ここも、取っていきます。はい、で、この辺をきれいにして、ここの1本と、ここの1本ですね、この1本、はい、この2本を、育てていきたいと思います。これは葉っぱですから軸じゃないですね、つるじゃないです。この2本のつるを伸ばして、この、ブラックのジョーかぼちゃ、これを、育てていきたいなと思っています。はい、こんな形でですね、かぼちゃはここまた何回も出てきます。ここをきれいにしとかないと病気もウイルスが入ってきます。病気になったり、はい、なってきますので、ここをすごくきれいに風通しがいいようにしておく必要があると思います。はい、こちらは、かぼちゃでも、グルメペコという韓国かぼちゃですね。はい、かぼちゃとおそらくズッキーニと掛け合わせたかぼちゃだと思います。このように、まだこれは親づるは、摘心しておりません。葉っぱがもうすでに、10枚ぐらいになってます。ちょっと遅れてしまいましたね。それではここのとこですね、この辺りで、摘心をしたいと思います。はい、これで親づるの摘心をして、子づるを2本伸ばす形で、栽培していきたいと思っています。で、もうすでにですね、見てもらったら分かりますが、こう1本ですね、で、ここ2本と形で、ここ3本目と、こういう形で、子づるが出てきています。この中で強い子づるを2本残して栽培していきたいと思っています。まあ、この辺の、脇芽とかこの辺は刈っていきます。はい、まあ、ここ1本は確定ですね。この1本は確定で、あとはここですね、これかこの辺りですね、この辺りで強く乗った子づるを、伸ばしていきたいなと思ってます。で、ここ見てもらったら分かりますが、すでにこういう形でですね、雌花が咲いて、はい、雌花が咲いて、かぼちゃのこのグルメペコの小さいのが出来かけています。まだちょっとこれ、つるが成長していませんので、これは取ります。はい、取ります。はい、こういう形でですね、ちょっとまだ早いですから、この辺が、成長しないように他のつるの成長を促進させるという意味で、ここは取っていきます。はい、今日は、このように、ブラックのかぼちゃとこのグルメペコというこの韓国かぼちゃの、成長の様子をお伝えしました。本日もありがとうございました。